大黒流は、福岡市博多区の一地域である博多の一部であり、豊臣秀吉の太閤町割天正15年に由来する流の一つで、ある。明治初期までは、須崎町流と称しており、名称は大黒天に由来している。毎年5月には、博多松林、7月には、博多祇園山笠の登番を務めている。 昭和41年の町名町会改編まで、大黒流の町々は、上岩市町、下岩市町、上須崎町、下須崎町、上津島工事、中津島工事、下津島工事、下津島工事をした、小門湖町、明楽寺町、倉所町、川端町、工事屋町、小登吹通、下にいかわ丹町、東下にい丹町の16町と、戦後、 妙楽寺町と一体となった、妙楽寺新町と、同じく戦後住居件数の大幅な減少のため、町内を持たなかった、橋口町、係町であった。昭和41年には、町会が、世話り方式から、ブロック方式に改められたため、須崎町3町、津島工事1町、小門虎町2町、下川端町4町、上川丹町1町の11町体制となり、 昭和61年町名町会改編の際、竜から脱落していた、急奏所町浜側が、津島工事2区として復帰したため十二町体制となった。この時、従来の津島工事は、津島工事一区とした。現在の十二町の名称、略称、水発碧の柄、東板発碧の柄、及び九町との関係は、以下の通りである。大黒流の、 主な行事として以下のものがある。東長寺を訪れを祝いを述べる大黒流大黒流は毎年5月には松林当番を務める。松林では当番町町町総代が当番町代表、受取町の町総代を含む7名の町総代が松林委員を務める。副神、恵比寿、大黒の三福神、及び地後は2日間にわたって 福白の町を巡り、家々を祝う。お祝いを受けた家は、一束一本を渡し、祝いのお礼とする。これは、一階の町屋であっても大企業であっても同じものを、御礼とする。松林の日程松林行事の、主な日程は次の通りである。串田神社博多町中博多駅方面、若八万宮上天寺東長寺正福寺。 博多小学校昼食どんタクパレード、中洲ベイサイド港祭り本部福岡県庁、福岡県警察本部総福寺仙台町を祭門橋を渡り魚町筋を通り、五福町にて解散。当番町に帰り、町総代は当番町で直来。櫛田神社博多町中長浜天神町、新天町大名町、 日打ち五国神社昼食休憩国体道路を通り、天神町福岡市役所渡辺通り一丁目、方面中洲霊勢公園にて解散。当番町に帰る。当番町にて手を入れ解散、各町に帰る。以上が、主な工程である。最高にあたっては、福神奈が戦闘を務め、恵比寿流がこれに続き、大黒流が殿を務める。 ちご流は別皇帝となる。大黒天の言い立て大鼓を鳴らしながら、言い立てを歌う流の子供たち松林においては、子供たちが太鼓を叩きながら、言い立てを歌う。いかに宗丹と美濃が山に花が咲いた美世が茂入りギット。見たれば黄金花が咲いたよめんたいをカロイこ誠に、めんたかりけりゃまことめんたかろよ。今年の稲は縁が救うて七歩で八章つきゃやほでここな。 めぐるはいた、めぐるはいたなでいじか、荒やすさやすさやすさかさほこかさほこは、神のよりしろとなる、だしをいただきに、かさには6枚の、たれを下げる。たれには歯豚を用い、水墨画等が記号がされる。近年は、竜で1本、東板町で1本、博多松林新公会制作の古式かさほこ1本と、合計3本のかさほこを奉納している。 大黒天城内を五国神社へと向かう大黒天。大黒天面は四面あり、うち二面は無名、年代不詳である。明治十三年制作の大黒天面を永年使用していたが、平成二十七年、中村信隆人形師制作の大黒天面を新調し、現在ではこの面を使用している。もう一面は明治二十四年制作のものであるが、この五面は、 喧嘩面にして使用せずの紙片とともに箱に収めてある。大黒天面はすべて、櫛田神社宝物こに保管されている。大黒天に扮する人は、大黒天独特の衣装を身につけ、右手には、内出の小槌を持ち乗馬する。近年は乗馬クラブ所属の専門家に依頼している。大黒天は、訪れた家々で、内出の小槌を打ち振りお祝いをする。大黒流は、 5月の末林同様、毎年7月には、山笠当番を務める。平成17年4番山笠表題、渋谷山笠では、当番町町総代が、総務、受け取り町の町総代を含む7名の町総代が、山笠委員を務める。山笠山笠は、まず台を組み立て、その台に6本の棒を綱で締める。締め上がれば、しおりを乗せ、から、 山が出来上がる。棒が終われば試し書きを行う。から山に人形をあげ、しおりの四方を杉壁で囲う。人形の周囲は岩、波などを飾り、ボタンの増加を飾る。人形の後方は二匹き畑を竹に植えて立て、松を飾る。杉壁に取り付けられた笛竹に左巻きを巻きつけ、見送り左右に島絵を刺す。 奇数番山笠の当番の時には、人形広報に、指し物を掲げる。末山笠の時、幕、なえは、赤となり、なえには、松総代、取締りの個人名が入る。柿山笠の時には、幕、えともに、青となり、なえは、大黒流名となる。山笠人形山笠人形の題材は、当番町が案を出し、長総代宿り期で、決定の後、 博多人形師が制作する。以前は山笠自体の高さが3.5メートルほどに制限されていたが、年々高さが緩和され、現在は4.5メートルとなった。このため、闘身王たち姿の人形を飾ることが多くなっている。昭和40年代までは、沖合ゆ一が、現在では沖合正弘または沖合ゆ磨が制作している。平成末期より、 沖合正宏から西山洋一へと受け継がれている。山笠役員山笠役員は以下の通りである。山笠行事6月には以下のような行事が行われる。また、中旬には山笠小屋が建てられ、山笠台の組み立ても始まる。7月の行事は以下の通りである。追善山流内における前年より、山笠前までのぶっこ者の追善を行う。 町総代、取締りを務めた者が亡くなった場合は、個人の自宅前に祭壇を飾り、遺族と町内で追善を受ける。それ以外の者の場合は、遺族が、遺影遺廃を、当番町に持ち寄り、功労さんとして、合同追善を行う。この時は、遺族と12名の取締りとで追善を受ける。終戦までは、おおむね一丁で当番を引き受けていたが、戦後は、 龍頭番と称して、龍全体で闘番を務めている。現在の闘番町は、正式には、世話頭番町であり、本来の闘番町ではない。7月10日より、柿山か作業時が始まる。11日多流柿、13日集団三店の帰路では、串代理を行う。両日とも、佐治奇跡は、無料開放されており、近年、 多数の見物客で賑わっている。竜の運営は、十二町の町総代で行われている。松林、山笠ごとに、町総代よりが行われるが、行事以外の時期には、孔子校として十二名の町総代がよりを催し、竜全般の運営を、合議によって行っている。孔子会は、本来孔子の日に催されていたのであるが、現在は一月、五月、 9月のこの日にも様されている。ここ数年、この日より、こうの日に行われていることがほとんど。また、12月に行われている、公私校の忘年会では決議等は、なされていたなかったが、博多議院山笠振興会の会計年度変更により、この席でも、委員の割り振りなどの決議がなされるので、これも、公私会と言える。ありがとうございます。